装備配下、通常通信システム FSCU が分離距離で前で開拓し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。敵の破壊を確認。いや、これが目標大型兵器。否定。当該敵は目標ではない。速やかな排除を制し。簡単に言う。ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。2Bさんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う、単なる防衛装置みたい。じゃあ目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから外から見て回ります。わかった。私は内部を中心に調べてみる。何？事前に調査しておいたマップデータを転送しておきますね。了解。
武装確認。扉の解除不可能。防衛にある敵が妨害電波を出している。めんどくさい。現地の事前調査が主です。だから誰かと一緒に行動できるって楽しいんです。感情を持つことは禁止されている。あ、すみません。それと3はつけなくていい。え？私の名前に継承は必要ない。わかりました、ルビー。だらけですが、敵はこの工場を再利用して機械生命体を増産しているようです。全滅させないと無限に湧いてくるってことか。
何？旧世界のデータを使って適当なことを喋ってるんです。機械生命体のやることに意味なんかないですよ。工場を探索したけど目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。あれは、ああ鳥ですか。環境の変化があったのか動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。その橋の先に別の施設があるはずです。ちょっと遠いですが移動してみましょうか。しかし司令部が敵兵器の予測位置を間違えるなんて珍しいですね。どうかな。倒せばいい。
超大型兵器発見。これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。警告。敵兵器による下方向からの攻撃。推奨。退避。司令部への応援要請。妨害電波によって通信は不可能。
今から修復する。ボット、止血ジェルとロンリーウイルスワクチン、それと必須推奨。当該 9S のバイタル低下はこの場での応急処置。うるさい、いいから出して。トゥービー言って、黙って。僕たちは兵士です。その戦いに誇りを。装備 HO229 コマンド677受諾。使用者を 9S から 2B に権限移譲。 2B の承認を求む。お願い。必要はないみたいです。そんな、なかなかうまくはいかないみたいですね。準備はできました。ブラックボックスを
神聖。ブラックボックス反応による敵大型兵器の殲滅。編成を許可します。トゥリー、あなたと共に戦えて光栄でした。私もだ。